延岡市政だよりです。この時間は延岡市の企画・制作でお送りします。それでは耳寄り市政情報です。今回は秋の風物詩あゆやなについて、2013延岡若あゆレディの小崎彩香さんに紹介していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず延岡水郷やなのあゆやななんですけれども、台風の影響で工事が伸び伸びになっていましたが、ようやくかけられるようになりましたね。はい、延岡の秋の風物詩であるあゆやな、平成18年までは市内の3カ所にかけられていましたが、取れるあゆの減少など様々な原因により年々減少してきました。平成22年以降は延岡水郷やな1カ所だけになってしまいましたが、今年は喜多方町川鶴の川鶴やなが4年ぶりに復活しました。風情ある風景の復活ですよね。なぜ今年は喜多方町の川鶴にもやながかけられるようになったんでしょうか。はい、あゆやなについてはこれまで市内の各団体を代表する皆さんで構成するこれからのあゆやなを考える会で協議されてきました。平成24年度の会議の中で高速道路の開通が間近になり、観光資源であるあゆやなをかけることで観光客を呼び込み地域を活性化したいと考える団体への支援について意見が出されました。それを受け市では補助制度の見直しを行い、喜多方町の川鶴にあゆやながかけられることになりました。どちらのやなにも多くの来客があるといいですよね。このあゆやなは江戸時代から続いている伝統療法なんですよね。そうですね、300年以上の伝統を誇るあゆやな、秋にあゆが産卵のために川を下る習性を利用し、竹で作ったお手巣に誘い込むという漁法です。延岡水郷やなは川幅が100メートルを超える場所に壮大なスケールであゆやながかけられています。台風とか秋雨前線、そういったのでちょっとね、予定より水が多く出て、ようやくかけられるようになったんですけどね。でもそれまでに台風前に半分ぐらい、4割近く出来上がってたんですよ。で、それをいかにするかということで、まあかなり水が出るということを予想されたんで、まあ、部材を流すより撤去した方がいいだろうということで、まあ、撤去したのが正解だったんですよね。昔はね、漁道をあまり規定はあったんだけど、まあ、そう漁道を作らなくて、もうほとんどその川全体を締め切ってしまって、まあ、その下りをほとんど取っていってしまったということでね、今ではその川幅5分の1をきっちり開けなさいということで、まあ、ご覧のようにこれ120メーターあるから25メーターぐらいですかね、開けてるんですけども、どうしてもそのアユっていうのは何も障害物のないところにどんどん下ってくる。そこで、まあ、漁道やなをその真横にその漁道を持ってきたんでは、もうちょっとそっちの方に通ってしまうということで、そのやなのかけ方自体にもですね、まあ、ある程度やなにもその形状をかけてやる以上は落とさないといけないということで、まあ、その辺の工夫はしてます。店の方が10月1日にオープンするでしょう。それで、それからその、まあ、お客さんも来られるわけですけど、その時にその柳がないとね、やっぱり寂しいんですよ。で、特にその県外から来るお客さんに関しては、もうやっとその県外から来たのに柳もないということであれば、もう相当その悲しい思いをさせるんですけども、もうそういった面でもうできるだけその早くね、仮設はしたいんですけども、もうご覧のようにその台風との兼ね合い、と更新期間の兼ね合い、もうそういったのがあってね、本当に心苦しいんですけども、まあ今はもう現在かけられるようになっていますんで、それをもう一日早くかけることでお客さんにそのお詫びをしたいとは思っています。高橋さんはあゆやなをかける際にさまざまな工夫をされているんですね。そしてこの取れた鮎を使った鮎料理も楽しみですね。そうですね、鮎やなの完成に先立って10月1日にオープンした延岡水郷やなと
川鶴屋のお食事処では、鮎尽くしの料理を味わう人でにぎわいを見せています。鮎を焼く香りは、環境省の香り風景100選に選ばれるなど、その風味は格別で、塩焼きや味噌焼きのほか、背越しや鮎飯などの美味しい鮎料理を楽しめます。鮎料理と伝統的な鮎穴を多くの人に楽しんでもらいたいですね。そうですね。300年以上の歴史と伝統のある延岡の鮎穴が今後も受け継がれるためには、多くの人が利用することが大切です。市外、県外からたくさんの人が利用することも大切ですが、まずは市民の皆様に鮎穴を利用していただきたいと思います。ご家族やお友達同士で足を運んでみてください。今回は2013延岡若鮎レディの小崎彩香さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで延岡市役所からのお知らせです。道の駅で販売する商品開発を支援します。高速道路の開通でにぎわう道の駅の魅力を一層高めるため、民間事業者による新商品の開発を支援します。支援条件はご覧の通りです。1商品あたりの支援額の上限は20万円で、募集期間は今月1日から12月25日までです。詳しい応募方法などは経営政策課までご相談ください。延岡市政だよりをお送りしました。